はい、トンコカンカンですね。今日のね、トンコカンカンは今までのとちょっと違いますね。今までは割と太くてね、ごっつい感じでしたけど、今度はちょっとね、柔らかい感じですね。中に風を含んでるような動きがすごくありますね。なので、字の中の空間とかもよく見ながらね、書いてください。あと、曲線的な字も線もね、多いんですけど、それをやりすぎちゃうとまたいけないのでね。はい、いきますよ。はい、造語にして、ここで終わりじゃなくてずっと行くような大きな動きで行ってくださいね。はい、造語でずっと行きます。次ですね、難しいのはね。はい、かけたら一気にずっとっと行かないとね、行く終わりずっと筆のね、筆管を倒してくださいね。何でもそうですよ。行く方へちょっと倒して、ね、ポンポン、ね、はい、そして次の目つは、最初はね、墨いっぱいつけたらば、そのまま路方で高いとこから行けば大丈夫です。そして、はい、これ掛け順、こっちからね、オーバーに動いてください。はい、できました。これね、ポイントはともかく形ばっかり見てちゃダメなんです。ともかく最初はね、動き大きな動きでね、肘を上げて、肘が下がってこちょこちょこちょっと返っちゃダメですよ。ね、大きな動き。そしたらば、大きな動きで大きすぎちゃうと思います。最初はね、紙からはみ出たり、字と字がぶつかっちゃったり、変な形になると思います。もちろん、それでいいんです。それをどんどん繰り返していくうちにだんだんできますから。ところが最初から形ばっかり見てると、いつまで経ってもこの木管の調子が出ませんので、いいですね。はい、じゃあ挑戦してみてください。